で、ここは国道4号線なんですけど、この元セブンイレブンの跡地に新しいラーメン屋さんができたんですよね。丸高屋白川店っていうの。すごいね。今日はちょっと夕飯はここで食ってから帰ってみたいと思います。あ、味噌ラーメンがメインなのかな。うわ、どでか。唐揚げ、味噌ラーメン。味噌ラーメンが普通盛り、餃子。あ、残念。担々麺1からか。1から、うん、うん。8月1から始まる。欲しいな、担々麺食いで、うん、醤油、どでか。那須高原餃子。どでか唐揚げ。3種盛り。冷房の冷やし中華どれか辛い。あ、セットメニューもあるんだね。 G セット、K セット、お酒もあるか。なんかこれね、ドールはからし普通からでいいよ。普通から、あ、せっかくだから中から食ってみるか。結構高いな、これ。税込み1000円近くのやつ。結構うまそうだね。結構辛いのかな。あ、野菜いっぱい。野菜いっぱいだ。で、カツレさんのは何？ああ、そっか、なんとかってやつね。チャーシュー見して。うわ、すごっ。うまそう。うん、うん、あ、ピリ辛でうまっ。卵、うん。何年ぶりだろ、味噌ラーメン食ったの。この前食べてたのも担々麺か。担々麺でしょ、でも、うん、味噌ラーメン、うん、うん、もう麺完食。次はスープですね。結構辛いですね、やっぱり。あ、うまっ。スープ完食、ごちそうさまでした。どうですか。もうちょっとです。うまうまですか。はい。